はい、ジョンスケです。フォールガイズやっていきたいと思いますよ。ピンポンピンポーン。さあ、今回ソロショーですね、やっていきたいと思います。いきましょうか。おっと、人参さんおるな。頭に王冠つけた人参さんおる。あれは絶対強いからね、気をつけないと持ってかれるよ普通に。ちょっとごちゃつきましたが、体勢立て直せるかどうか。立て直そうか。ごちゃついたんで、リーリーパーで脱落とかありえるから、ちょっとスピード上げたいな。みんなこのルートから行くね。この上の主流なルートからね、みんな行きよるわ。ただまあ28名まで行けるから、そこまで怖くはないような。で、ちょろやきだ。さあ、人参さんと並んだ。ほい、待て待て、一回立て直そう。はい、で、上がっていく。みんな早い。これ練習せなあかんよな、このパターン。このパターンはこんな感じやんな。ふわーっとしてポーンみたいなね。よし、オッケー、これでフィールド。第2回戦フープルプレゼント、ピンポンピンポーン。さあ、行きましょうか。真ん中いきなり行きたいけどな、どうでしょう。さあ、真ん中間に合うか。ピョンピョンピョンと行って、上に乗って、さらにここ間に合いたいな。いけ、ドーン、ダメだった。じゃあ今の時間返してマジかよ。まあ、17名までいけるからちょっと落ち着いて、まあ、金狙うのもありやけどな。まあ、白1個とりあえず取っときたいよな、金狙うにしてもね。お、うわ、これは絶妙、届かへんか。あー、得られるな、嫌やな。ちょっと1点ちょうだい、1点ちょうだい、1点、よし、1点取っとけば、まあ、後ほどのこの金とかに繋がってくるか。絶妙に届かない、これは。上から行かれたら終わる。上から行きます、せーの、よっしゃー、これでフィールド。ビッグショットですよね。ピンポンピンポーン。さあ、今回のね、スキンのご紹介なんですが、こんな感じです。顔もね、ちょっとオレンジに統一してきた、オレンジ統一みたいな感じですよね。で、ほっぺたちょっとね、あの黄色く塗ってありますんで、ほっぺた付きのオレンジ統一っていうイメージですかね。で、頭にでんでん虫となりますんでね。俺結構でんでん虫扱い得意なんで、危な、危ない危ない、非常に危ない。スキンの紹介してたらエンターテイメントになってしまうところや。ただ今回ね、あのフルーツ飛んでくるやつやからね、これじゃなかなか脱落者出えへんからね。でもいつものあの宇宙とか星とか飛ばさないと気絶は出えへんからな。さあ、これでヒルドでしたね。決勝戦、止まるな、危険ですね。ピンポンピンポーン。さあ、金のスカートの人おるな、あの人は絶対うまいな。行きましょう。スタート。止まれた危険はね、最後の方やっぱ人が来たらね、人に絡まれたらやっぱ負けてしまうっていう、ちょっとね、運要素はあるんですが、それまではね、やっぱ実力勝負やと思ってるんでね、基本的には実力で決まります。行きましょう。ほっ、ジャンプしてジャンプして、 OK、 上全部使っていく。俺はもう、まあ、上でね、ちょっとでも上に座ろうかなっていう考えなんで、ほい、せーの、まあ、これは無理やな。あんまり飛び込んだら頭ぶつけてさ、転んじゃう時あるからね、気をつけないと。ここ切るか、切っておいて戻ろう。あー、同じ考えか。それやったらもうしょうがないよな。ほい、ダイブ入れるしかないよな。オッケー。まだパネル枚数いっぱいあるから、これちょっと時間稼ごう。上から人振ってくの待たなあかん。10人戦やからな、かなり振ってきてもらわないと困る。どっかでライン切りしたいけどな。まあ無理やんな、自分の島作るなんてそんな簡単にできるもんじゃないもんな。どうせ上から降ってくんねんから。ここ切って、まあ、やけど結局ピンクと同じことになるもんな。ってなると、まあここで居座りゆっくりって感じやんな。であれば、まあここをちょっと間開けていくとかありやな。ここバッコシ切りに行くみたいな、間割り切りで。あ、でも、あ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと使えるね。ほい、せーの、はいはいはい、ゆっくり使っていきましょう。いいよ、せーの、せーの。下がね、でもあんまないのよな。ここ紫使わせてもらうよ、ごめんやけど。さあ、マンモス争い。まあこれはきついな、あんまり絡みたくなかった俺ら。ただもう絡まざるを得ない状況になってしまった。ってなると、もうこうなるよな、こうなるよな、もうで、結局最終決戦っていうね。ふっ、いきましょう。さあ、真ん中切り込むか。こっからはもう絡み勝負やからな。みんな真ん中走る。どこ行こう、結構きついな。こっち行くと見せかけるような動きで行こうか。これどう、うーん、で
これバッコシ切ったろか、これせーの。あと向こう真ん中から渡られへんようにここだけ切っとかな、まずほい。これどう、結構枚数あるよ。はい、あ、買ったなこれ。よし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 、うまいこと切って自分の島作ったな。ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ナイスエンデムシさん。スカイラインスタンブルですね。ピンポンピンポーン。さあ行きましょう。ずらずらずらーと並んだ中から41面が選ばれるということですね。41面、行きましょう。まずは枠が良かったんでね、前出ていこう。スカイラインスタンブルでガンガン前出てきたが、風吹いてるし危ない、危険です。行けた、よっしゃ。1番手いいよ、ちょうど金合いもバッチリ。しかもこれ真ん中行きますよ部門なんで、ここのコツとしてはこっからここにね着地していくイメージ。 OK。 おっと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 、いやー待って、行かれた。なんかあのなんていうスキンか分からないやつ行かれた。ほい、なんだろうな、あのお目目ついてるスキンですね。お魚スキンなんかな、普通にシンプルに難しく考えなくていいかもしれんな。待てよお魚スキン、ヤッフー。さあハンマーあるぞ今回。ハンマーある場合はそのハンマー使った方がいいってなるので、よし使いますよ。ワンツースリー、まあまあ上がれたかな。うおー、ちょっと待って、ゴー、なんでやねー。もう一回もう一回、ワンツースリーフォーファイブ、オッケー、よし消えた、オッケー、よし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 、これでフィールド。ショートサーキットですよね。つくずんぱんつくずんぱん。さあ行きましょう。25名ですね。まずは右スタートだから、もう右入っていこうか、そのままここ押してた方がいいよな。右の人たちでもうここの道をこじ開けるイメージでいこう。ここで開けます、開けて開けて、よしよしよし、いけた、よーし、なんとか2番で突破。おっと、あの人転んでいる。1位が転んでる隙に一気に加速か、相手割っていきたいが、おー、うわー、なんてこった。回し直して OK いきましょう。111、いいよ、いい足で、青い方が反重力なんでいきましょう。これ押すわ、えい、何そんな手があったんか。でもあいつ帰ってったな、飛ばされて飛ばされていったな。早いと思ったけどそのまま帰っていきましたね。ほい、オッケー。さあどうだ、後続との差を見ていくが、まあ差はありそうであれば、さっきと同じルート、オッケー。さっき自分が開けたとこ空いてるんで、そのまま突破していくと。クオリティフィールドいきましょうか。失敗ポーにですね、ピンポンピンポーン。さあ尻尾に行きましょうか。さあこのでんでん虫アングルからね、スタート。まずは必殺技ですよね。やべ、しまった、待て、壁に隠そうと思ったのに。あ、シノーケルの人から奪っていく。今回風とハンマーやからな、どう使いこなすかが論点。うわ、シノーケルの人やばい、あいつあれやな、恨みつらみ買う型か、まさか。あ、大丈夫や、よかった。もうずっとさ粘着してくるみたいな、それ俺のやみたいなね、そういう人おったらもう怖いもんな。もうそういう人で怒らせたらあかんから、もう譲った方がいいよな。そいつからずっと逃げ回されたらもう嫌やろ。追い回された方が嫌なんで。さあ誰狙おうかな。あ、この人狙っちゃう。あ、うん、まあまあこのインコースとかでね構えといたら適当に奪えるしな、誰か走ってくるから。おっしゃ、ゲットして、でこの上とかやっぱ強いよな普通に。あ、ハンマーの安全地帯におる人おるな、あれ狙われたら一発アウトやからな。かわしていく、やばいやばい、人多い、ここハンマーの中、よし、ハンマーの中でこう一緒に回る戦法どうや、これこれなかなか逃げられへんよな。ハンマーの中で止まっとったらさ狙いやすいけど、これはなかなか狙われへんな。あ、狙ってきよった、残念。はい、帰ってきなさい。めっちゃ狙われてるそう、なんかやめて、全然強くないなこの戦法。時間ないな、早く奪おう、よこせそれネズミ男。 OK、 ゲットしていく。剣道マン来てるな、逃げなきゃ。よし、ナイスハンマー、いいよ、ただ真ん中寄せた方がいいのな。この辺持ってる人多いから、持ってる人は味方やからね。はい、チーム戦のようなもの、持ってる人から逃げる必要はないから。 OK、 これでビルド。バウンスパーティーですね。ドレミ。さあバウンスパーティー10名が選ばれると。さあ同じような色した人が隣におるな。まずは加速ゲージを貯めていく。ほい、
ヒヨヒヨしておいて、まあ、これは混んでるという関係上でね、一番左行きたかった。ただまあもう遅いから真ん中で行こう。もう一回待ってから行きます。なに、うわーもう最悪。やっぱ混んでたらこういうことになるもんな。落ち着いていこう。まだいける、まだいける。こっからノーミスで行けばいいんで。よし、1点取るやろ。でここの1点もちょっと取っとくわと思ったけど、なかなか取れない。通していく。ワン、ツー、フ。まあいいでしょう、戻ろう。ちょっと他の人間にかなり干渉されてるな、今回。まずい。ほい。ヘッド入れましょう。まあ、1点取れたら OK。おー、人多いな。ゴー。おーらー、なんじゃこれ、ほんま。まあまあまあ、まだ脱落圏内ではないわ。まだ大丈夫だよね、圏内のはず、さすがに。他の人間もさ、多分ぶつかり合ってるから。いけるいけるいける。下から通るわ。オッケー、下から通って、あ、これちょっと加速ためとかなんか。上から3連チャンなんで。よし、ここ。よし、オッケー。で、ワン、ツー、スリー、フォー。間に合っていく。オッケーオッケー、これだってまだ合格者出てないやろ。無理やり通すわ。てか、それでも俺結構上位やったな。あんだけ絡まれたけど。決勝戦、ブラストボールですよね。ドレミ。さあ、10名でのブラストボールですね。最後の相撲まで粘れたらいけんねんけど、なかなかね、やっぱ、吹き飛ばされる恐れありますから、このゲーム。そう簡単に相撲までいけるかどうかって言ったらね、難しいのよ。危ない！危ねえ、連番とか食らったらマジきついからな。受け身取れへんからな、やっぱ転んじる最中とか。うん、危ない。おーおー、カウンターみたいな感じ、弾き返したな。お、なんやこいつ。ほら、させるか。フリーで打たせないよ。打たさん。ライフで受ける。オッケー、ライフで受けていく。このライフで受けるが大事やからな。まだ誰も脱落せえへんな。やっぱさすがにここまでね、一生懸命来てるわけですから、そう簡単に脱落せえへんよな。やばい、危ないな。その辺のボール持ちとかも気をつけつつ、うん、まあこの辺でいいかな。位置的にあんまり単独でおったらね、それもそれで危ないんでね。何かおる方が逆に安心やったりするんだな。オッケー、ライフで受けます。危ない、ギリギリ。オッケー、ちょっと危ない、やばい、これ危ない。まずいまずいまずい、伏せろ。オッケー、フリーで打たすな。当然打たさないでいこうして、うまいことホールインワン。今ちょうど足場揺れてるとこね、相手落としましたんで、いけ。おお、引きつけてショット、ドカーン。やったか、一人やった。奥側行きたいな。ただあれやな、もっと投げ力がいるね。えい、やばい、あいつこっちになってくるか。いや、自ら爆発している。お、捨てよ。ゴー、やったか、ドカーン。よし、やったか、落ちろ、落ちた。オッケー、相撲を押し込みたい。う、うわー、ちょっと待って、あー、なんでじゃてめえじゃねん。パーティープロムナードですね。ピンポンピンポーン。さあ行きましょう、ずらずらずらと並んだ中からスタート。さあこのね、中に入ってきます。飛び込んでいくか、どうだ。オッケー、飛び込んでから黄色に入れるかどうか。入れそう、よし、黄色いけた。ゴー、やっふー。42名やね。で今回しっかりスキン強そうですもんね。おっと、この電電虫のハンマー部門さんやな。赤いね、違う形の電電虫さんいますね。戦闘がソフトクリームという形ですよね。ゴー。よし、転びながらも安定的に端っこから行く。飛び込んでいく、ヤッフー。でここの空中ブランコを楽しんでいきましょう。待ってから横入りしますよ、先に。オッケー、先にね、こう前で受ける形、並んでる人をもう順番抜かするぐらいのね、勢いで。ほい、空中ブランコに捕まっていくのがやっぱいいよな。からのこのタイミング、せーの、はい、ジャンパーセットでしっかりと合わせて飛び込んでいく。はい、これでフィールド。トラックアタックですね。ドレミ。さあ枠順は前あたりですね。行きましょう、スタート。ゴー。さあ一気に行きましたが、若干転んでしまいましたね。ただまあまあいいでしょうね。ここ落ちたくない。ジャンパーのヘッドで絶対落ちないようにしよう。挑戦。うわー、人多い。ただ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。あそこでハンマーに巻き込まれなかったのがでかいな。あそこでハンマーでぐるぐるっとされちゃうと結構しんどいけども、あそこでね、耐えたんで大丈夫。ゴー。よし。しかもちょうど車間距離空いてるからいい感じやわ。オッケー。距離がね、
キャラクター同士空いてるときは落ちてならへんから落ちひん。オッケー、ゴーゴーゴー、ヤッフー、気持ちいい。ゴールディフィールド、ペンギンプールパーティーですね。ピンポンピンポン。さあ枠順いいですね。滑り台使っていきたい。スタート、シュイーポーンといきたいが、あっとその手前のやつ取るか、いやもっと奥まで行ってもいいよ。あと手前のやつもいいかも。やばいやばい、よし取った人からのいていこう、のいていこう。あーどいてどいてどいて、もうそれ俺のや。ふっ、うわっ、あっ転んできた、ペンギン転んできた。それ俺の、人多いからな今回のペンギンプール。上行きたいな。よし上行ったらでかい、これはでかい、おいしい。あとはまあどうでしょうね、まあ、ここでいいか、ここで待っとこう。ここでぐるぐる回されといたら、アマングアス多分順番待ちしてんのかもしれんな。確かに順番待ち安定やもんな。あんまりさ取り合うよりさ、人が終わったところをもう取った方が早いもんな。よしこれでいいぞ。尻尾にですね、ピンポンピンポーン。さあ18名ぐらいおんのかな、その中から9名まで絞るということで、次決勝やな。これ耐えたら、おそらくここは絶対耐えなければならない。ここに埋めるとかね、しなあかんな。黄色の看板にこう同化する、うまいことしれっと尻尾埋めたい。ふっ、よしゴー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 。今の危ない、2人で来てたからかなり俺エンターテインメントかと思った。それぐらい危なかった今。よしナイス打ち上げ、これはでかい、読まれへんやろさすがに。ふっ、オッケー、これでいるぞ。ロールオフですね、ピンポンピンポーン。さあロールオフ、アマングアス2人ですね、とかやっぱいろいろウルトラマンの人もいますねここに。さあどのような形状のロールオフが当たってるんでしょうか。ウルトラマンおった、お、これこそウルトラマンじゃない、これほら赤と白、これこそウルトラマンやで。行こう、さあさあさあ、あの色いいな、まさにウルトラマンのあの白と赤いい感じ。アマングアスウルトラマン、うん、まあこれはまあまあゆっくり使わなくていいかな、とりあえず落ち着いて。あ、今の手伸ばしたのバレるな、手伸ばしたことバレたらね、あのあいつ掴んでくるわってなるからな。ほい、さあ長いのが来ました、この後どのパターンが来るか、何回ジャンプできるか。まず黄色の場合は1回ジャンプができますよ、ま、2回までか。んで青はジャンプできませんと、1回しか、これはなかなかジャンプが通らないよとなってくるんで、折り返し、あ、ここぽっかり空いてるパターンか、これ危ないな。早めに渡って、まあ、ここジャンパーのダイブで距離伸ばしていくと。でここもジャンパーのダイブで距離伸ばしていこうか、ちょっと間あるけど問題ないね。ほい、さあまたでもエンターテインメントとしては2人しか出てへんもんな、これが集中頑張らなあかんな、集中力勝負になりそう。おっと誰か落ちたね。でここで、まあ、ちょっと引きつけてから渡る。でここがぽっかり空いてんねんな確か、で早めに渡っといてと。でこっからジャンプ可能、ほい、ジャンパーのヘッド、バトル&ゲットですよね。オッケー、でピョンと、よしいい感じ、耐久がうまいこといけてるぞ、自分のペースでいけるからな今んとこ、誰も掴んでこへんし。はい、1回2回、この裏入りたい、裏入って、で次ぽっかり来るから早めに渡っときたいが、この裏入りたい、うん、壁の裏で、こっからジャンパーのヘッドが可能と。よしで、ジャンプ&ヘッド。で、最後はジャンプのみ。まあ別にジャンプのみでもいけないんだけど、安定でね、ヘッドしたりしてるからね。臨機応変に。1回、2回、ここの裏入りたい。裏入って、で、ここに乗せて、裏、オッケー、裏乗っといて、で、こっからまた、ジャンプ&ヘッド。はい、来たー。で、ジャンプ&ヘッド。いいよ。で、ジャンプ。で、こっから長いとこ入りますよと。ウルトラマン残ってんな。行きましょう、ぴょんぴょん、裏入る、でここ次入りたい、早めに渡ろう、オッケー、ありがとうございます。ナイスエンデムシさん、